時刻は9時30分を回りました。嘘のような本当の輪の時間です。皆様おはようございます。日曜日の朝、チャーガン中でしょうか？いかがお過ごしですか？今週も東京からドクター水素ボトルの w o イースト株式会社北条さんが来てくれてます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 さあ先週はもう衝撃の嘘のような本当の話でしたが<ー>、はい、本当にすごかったですね。すすごかったですね毎週毎週本当に目が飛び出しそうなね <laughs> 話ばっかりしていただいて <laughs> 本当ですよね、えー、しかも何、ね、ていうんですかこれを吸うだけというのが衝撃なんですよね。そ,ねあのねそ,そこまでのことじゃなくてもね皆さんの,その未病とかねはいあの やっぱり血流で決まってくるので、はい、それを整えていただくっていうお手伝いをさせてもらうっていうのが元来のね目的なんで、はいまあ、ただねいい本当にでもこうやってお話を伺っていくと嘘のような本当の話がいっぱい飛び出してくるんで飛び出しますね、はい、すごいですねそしてえっ、ー、と今日もですね皆さん素敵なゲストさん来てくれてますそれでは自己紹介お願いします はい、えー、大阪から参りました小西和樹と申します。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ます小西さんも、えー、今日はわざわざ大阪からいらしたということですね。はい。はい、沖縄何度目か来てますか？えっと、三十年ぐらい前に一度。<laughs> ああ、そうなんですね。<laughs> はい。はい。じゃあ本当に久しぶりの沖縄ということで。はい、そうですね。はい。やっぱずいぶん変わっちゃいました。 うん、なんか全然感じがね、違いますね。あ、そうですか。はい、うん。で、ちょっと美味しいものも食べさせて<え> <laughs> いただいたりとか。<laughs> ね、美味、はい、しいお店いっぱいありますもん、ねはい。はい、素敵ですね、ね本当に、はい。そうなんですよ。ありがとうございます。はい、はい、えっ、ー、とー、まあ、そんなね、小西さんですが。 今どんなお仕事をされてますか。はい、えー、っと私はもともと二十年ぐらい前から、うん、えー、ドイツ式のフットケアですね。あの巻き爪ですとか、はい、えっとウオノメタコのそのちょっとそういうねあのえー、っと歯医者さんのような機械で先端からこうちょっとお水が 出るんですけど、うん、そういう機会でその魚の目をこう取ったりとか、<ー>えっと速効性があるんですね。なのであの痛かって痛くって来られたお客様がその帰る時にはもう痛くないっていう状態で帰られるんです。<ー>でその速効性があることがすごくいいなと思って、まあ細々とやってます、うん。<laughs> えドイツ式ということは日本式とは違うんですか、はい、なんかあるんですかそんななんとか式みたいな、あのーえーとね。ドイツっていうのはやっぱりその健康に対してねとってもいい国なんですね。<ー>で、あのー、まあ日本の方が例えば、まあ、ハイヒールを履いてまあ うん、どういうんですかねハイヒールを履いてこう走ったりとかねそういうことをすることでその足の関節だとかその足の痛みを訴えられる方が多いですけど、うん、向こうの方ってねあのスーツを着ててもスニーカーとか履かれてますよねなんかおしゃれな感じでそういうふうに見ていくと例えば巻き爪なんかはやっぱお靴でなってたりとか。あなるほど そういうそのケアをされる、はい、で、ドイツはそのフスフレーゲっていうような。そのお店がたくさんあるんです。うん、あのまあ、散髪屋さんとかね。うん、美容室があるようにまあ、爪切り屋さんですね。要するに、うん、その足のメンテナンスをするお店っていうのがたくさんあって、えー、で、そのドイツの先生が最初。私お話ししたときにどうして日本はそういうそのフスフレーゲの店がないんだっていうね。で、うん、だその文化の違いっていうのも。 ありますねそれで足をまあよくしているという小西さん、はい、他にありますか他には、えっと、去年、えー「未病診断士」っていうあの、えー、資格を取ったんですけれども、はい、あのそれはまあ,あの波動で耳にねヘッドホンを当てて、うん、臓器の波動を開い上げる。 それでその自分の体の臓器の状態を可視化できるっていうあの<ー>お医者様でいうとメタトロンっていうのが有名ですね。あいあそれの日本版みたいな形のものになってるんですけどロシアですねソ連ですねそうですねで開発されて、はい、ロケットに無人で、まあ、人が行って。うん 宇宙で過ごしてる時に病気になったのをどうやって治そうかっていうところから始まったみたいで、うん、体のさまざまな部位の,動の,波動あの臓器の波動が違ういうことでね、うん、そこに一番いい状態の波動を送ることで最高の状態に戻していこうっていう考え方、うん、でで逆に言うと今の波動の状態臓器の波動の状態が全部スキャンすると見えてしまうので、はい、ここ悪いでしょってなるわけですね。 へーすごいなんか初体験なんですけどドイツのね、えーとまあ、ロシアの技術とドイツの振動医学ですねそれが、まあ、融合されたものになります<ー>でもともと私はあの体がね、えー、と45ぐらいの時ですかねちょっとあの、うんまあ、調子が悪くなりだした時に、まあ、更年期障害、うんうん ななのかなそれでまあ,あのそこからホルモン剤をまあ処方されて飲み出したところぐらいからちょっと調子がずっと悪くって、はい、でも50ぐらいからっていうともう本当にしんどくてね、はい、あの病院に行ってもこう何も出ないんですん何も出ないんだけど体はしんどい。はい でもしんどいんだけどそれをいくら言ってももうそのどうにもならないので,、うん、でまあお薬をまあ何か出していただくんですけどまあ飲んでも治らない、うん、で仕事柄こうやっぱりかがむ仕事になるのであの首と肩が痛い、うん、で最終的にもう首に注射をね10所ぐらい打つんですよ痛みを取るのに、えー、でそれでも治らない、うん、でそのまあ結局ペイン化まで。 ペイン科ですよね、麻酔科の先生にかかって、ね、あお薬の処方をしてもらい、うん、で、まあ、首に注射も打ち、はい、でも治らないで、まあ、頭も痛い、えー、吐き気もするもうなんかひどい時なんかはこう体からね水分が抜けてるような感じっていうんですかねんなんかもうこのまま死ぬんかなっていうようなね。 あのちょっとねこう冷たい風とかにあたるとすぐ喉が痛くなったりとか、はい、ですぐ風邪ひくんです。うん、で病院に行って、まあ、仕事もしないといけないのでねこういうと、まあ、抗生剤の点滴を打ってくださるんですね。はい、でそうするとすごく楽にはなるんですけど、まあ、免疫は落ちていきますよね、うん、やっぱり。で月2回ぐらいかなそういう状態が。 まあ毎月続いていてくわけですね、うん、で気が付いたらこの手のひら一杯分ぐらいのお薬が出てるんです、うんえー、でその首のまあ血流を良くするお薬あとはえっ、ー、とカッコン等かなあの血流を良くするっていうね、はいはい、それとかまあ痛みを取る鎮痛剤、うん、あとはなんかこうあと調べてみるとちょっとなんか軽いうつのようなお薬ですかねまあ 痛みをこう和らげるっていうんですかね、はいで。そうしてるとある時ね車を運転してると寝るんですよ急に寝落ちっていうんですかね意識が飛ぶような感じになるんです、ねうん、あこれはいけないと思ってちょっと自分でこう何、まあ、か違うことないかなと思って探し出して、うん、でそうするとやっぱりその波動っていうねそういうものがあるよって教えていただいて、うん、まあその 私が逆に未病診断を受けたんですね。そうすると、まあ、腎機能がちょっとやっぱり良くなくって、うん、であとす膵臓も良くなくって、うん、肝臓も良くなくってでも、まあ、あの病院に行っても数字がその検査で上がってこないのでまあ大丈夫みたいなね これれだからあれですよね、病気ではないけど弱っているみたいなそ、うん、そうそうですそうです、す。か、まあ、らく自律神経でしょうね。でそのまあじゃあ自律神経にいって言うとまたサプリになったりとか、うん、もうどん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 増えていくわけですよねお薬,お薬がね、えー、そうするともやっぱり胃も荒れてきて、うん、もうどうすればいいのみたいなねそんな時に、まあ、ちょっと水素ガスに出会って、はい、で あのまあ、水素ガスを吸い出したんですけど、うん、なんか最初よく分からずに吸ってたんですけど社長の説明会を一回行かさせていただいた時に、うん、あこんなすごいもんやったんっていうのがね、うん、やっぱり分かってなるほどだからその分かって吸うと全然違うんやなっていうのが分かってその吸い続けてる間になんかこう楽になってくるこの10年間ずっとしんどかったものが。うんはい なんか楽になってきてでそのマッサージや整体やって言って言ってたものが行かなくって済むようになったな気がつけば今何もしてない、うん、そうただ水素を吸ってるだけうこうなると長いこんないいもんないなっていうねであのお肌もツヤツヤになってくるしうんう でうちの主人もその糖尿だったんですけど、糖尿の合併症とかがね、うん、その検査でよく出てたんですけど、はい、それも出なくなってるんですね。なるほど、なんていうすごい話が、うん、今さらっと飛び出しましたので、うんうん、すごいですね。C.M. の後、それぞれに深掘りしていきたいと思います。<laughs> はい、はい、それでは一旦 C.M. でーす。はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 W O O East 株式会社電話番号ゼロ三三五二七二二一一はいそのような本当の話でございます今日はわざわざ大阪から小西さん来ていただいておりますはい。 よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして北条さんもですね。よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。さて、えっ、ー、と、C. M. 前にさらっと出ましたが、小西さんも自身がまずは、はいえー、ドクタースリースボトルと出会って。はい。 今まで不調だったことが良くなってきたっていう。そうです。ちょっともうちょっと具体的に教えてもらってっ、ね、いいですか。えっとね、えっととりあえず私がずっとしてたことは週1回に整体に行き、はい、えー、マッサージも行き、うん、岩盤浴も行き、えー、なんせその体を温めることとかね、そのまあ自分のメンテナンスと思って。 いろんんなことを本当にしたんですで、えっと、一回テレビでねあの筋膜リリース注射っていうのをやってて鶏肉ありますね鶏肉の,あの薄い膜それをこう筋肉にへばりついてるとこの動きが悪くなるからそれを注射でその薄い膜を剥がすっていうねそういうのをやってるって。 ですで実際に自分が見ながらこの薄い膜がこうほら離れていってるでしょうって言われてまあ見るんですけど、はい、痛いなあと思いながら何か,かこうテレビでこうねああすごくよくなりましたっていうのは私にはなかったんです何をしても ダメで、あと何しましまたかね。ま、何かしらやっぱ不調があったんですか,かもうしんどくて座ってられない、うん、まずで仕事してる時はまあシャキッとするんですなんかね、うん、でも仕事が終わるともうバタッとこう横に寝たいというか今こうやって座って皆さんとお話しさせていただいてますけどうこう座ってられない手をついて自分の体を支えないといけないっていうね、うんで 例えばどっかに旅行に行ってもこの外を歩きたくないんですよもうしんどいから<ー>車の中でちょっとシート倒して、まあ、目的地まで行くで、まあ、温泉入ってご飯食べてもう寝たいみたいな観光はいらないみたいなね。はいはい、できないみたいな <laughs>、えー、とかあとはなんかこうちょっと新幹線とか乗って移動してる時だったら、うん、なんか急に胸が苦しくなったりとか。えー でももそのだからといって何も出ないんでですよねで夜とかにたまにねなんか「ああしんどいかもああもう無理かも」とかって言って夜になんか救急で何回か行ったこともありますしそんなに結構自覚症状があって。あるんですけど、うん、何も出ない。で水素ボトルを、まあ、いろいろご自身でメンテナンスやって。 ったとというこであのまあ最終はこう人間ドックまで全部受けて、はいはい、全部調べたんですけど、うん、何も出ない,出ないだけどなんかちょっと肺に水が溜まってるねとは言われたんですんだけどまあ少ないのでね、まあ、様子見ながらみたいな、はい、でもひどくなったらもうなんかですよねきっと、うん、肺が溜、ま、水が溜まったらね。 呼吸が辛くなります、ね、そんで,すそ,うで,すでそこでまあ未病診断を受けたりとかしようかなと思ったりね未病<で>、まあ、診断したらやっぱりおかしいっていうかおかしいあったっていう、うん、だけどそこまで悪くないみたいなだからその病名がつけば逆に言うと、はい、あのいいななと思うようよになりました、ね、病気になりたいわけじゃないんですけど病名がつけばなんか治るねお薬があるん違うかなと思ったり。はいはいはい であのー、慢性疲労症候群とかねそういうのになるともうこれ立ちが悪いんですよねすごくこう寝たら治るでしょっていうような感じじゃないし<ー>なんかもう体の中がこのもう炎症を起こしてるような状態、あのー、以前こちらのねラジオでおっしゃってた先生がその体の炎症 が起きてるっていうね。そうです、ね。ですそ,うですそうです。なんかそれがもう。私の場合は10年間ぐらいこう。いろんなことがあったので、ずっと炎症してる状態だから、例えばまあ水素を吸ってね。この劇的にパンと良くなりました。っていうのはすぐは分からなかったんです。ただ、起きれてる自分がいてるっていうの。あなんか起きれたなみたいな。そう座ってテレビ見てるとか。うんうん あの手をつかずに食事をしてるとかもうその行儀の悪い話なんですけど自分の体を支えないとダメとかねでもこんな方たくさんいらっしゃると思うんですその、はい、なんか知らんけどしんどいとかねだ、うん、からの一言でまあ行くと更年期障害とか老化ですって言われたら終わるんですけどうん、うん、でもやっぱり元気な方って元気ですよね、うん、なんかねだから元気になりたいなってすごくこう 何かないかな何かないかなないと思って、うん、こう常に探してましたで水素ボトルを吸い始めたら、うん、たらなんか元気な自分がいてるみたいないで普段んの面とももうあんまりやらなくなって今はね何にもしてない何にもしてない本当に水素だけ吸ってるんです, <laughs> すごいですねであの業務用が出た時にう,ん、うーんって考えてたんですけどちょっと体験で吸わせていただいた時にね、はい、あの何のて言うんですかねこの ちょっとここなんて言うんですかね肩のこの筋のとこかなそこがね急にキーンと痛くなったんですもしかしたらここなんか詰まっとったんかなとか思ったりしてそうするとその夜ねものすごい肩が楽になったんですすぐ社長に電話してもすぐ欲しいですってもう何しても明日欲しいですっていうそう ね、すごい、もう夜ずっと吸って寝てます。へえー、で、うん、もう楽です。で楽ですか。めちゃくちゃ楽です。すごいなあ、あこの話もすごいですね。ずっとこう抱えてた問題が。そうですね、だからね、名前がつがおっしゃった通り、うん、難病とかね。うん、病名がつかないようなもので苦しまれてる人ってたくさんいらっしゃって。 でどこに行ったらいいか分からないとかね,ね何かに行けばいいとかいはっきりしてよって言ってね、うん、自律神経自律神経とかってね言ってくれた方がねそうですターゲットが決まってくるからいいんですけどでも多いですねここのゲストさんもそうですね圧倒的にでもね原因は自律神経です自律神経がやっぱり狂ってくるとダメなんですけど水素自律神経を整えてうん、うん、交感神経を出さなきゃいけない時は交感神経が出るようになるし 特に副交感が今現代人って出せなくなるので、うん、頑張って頑張って交感神経ばっかり出してるから、ヘタヘタになっちゃうんですよね。それで、本当は副交感を出して体を休めなきゃいけないのに、うん、それが出てこないから。 夜は寝れないんですよ。多分、えー、体が興奮した状態が続いちゃってるんですよね。ですね。だから今はね、本当によく眠れます、ね。なるほど、素晴らしい。えー、はい、それでは C.M. の後、はい、また旦那さんのお話も聞かせてください。はいはい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。W.O.O.E.S. <noise>、e、株式会社。電話番号ゼロ三 三五二七二二一一はいそのような本当の話でございます今日もすごい話が飛び出してきました大阪からですねいらっしゃっております小西さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたしますさあ小西さんあのー、旦那さんもドクタースイーボトルを吸わせてはいはいどんな感じでしたかえっと主人はえっ、ー、とそのよく 目に、ね、こうちょっとこう血管が切れるっていうんですかねうんそういうのが、はい、出たりとかあとはこの神経痛みたいなこのねやっぱり足が痛くなったりとかしてたんですけどそれがもうここんとこほぼないですであとは主人はねもともと色の白い人なんですけどもう透き通るような白さになって。<laughs> すごい変わってほしいような <laughs> 感じです女性なんか最高ですよね。で、す WO の常務がお顔の,、ねはい、このマスクみたいなのを試作で作られてるっておっしゃってたので、うん、ちょっとあのお借りして夜に業務用の <laughs> で <laughs> すって寝てると本当にもちもちになります。えーうん 実験的にちょっとうちが作ってるんですけどね顔用のフェイスマスクをガシャンゴーグルね普通のボトルでするゴーグルをしてるとねお客様が、ね、この目の目尻のしわがなくなったとかおっしゃるんです、うん、で,す、ね、でやっぱり顔が白くなってくるというかそれを全体にしたらって。業務用は効果が強いので、うん それこそその目だけのゴーグルやっちゃうと目のところだけ白くなっちゃうんですよ。うん、だからやっぱりお顔全体でやった方がいいんじゃないかって話になって、うん、でそのフェイスガードみたいなものをちょっと作りましてね。 ぜひぜひ商品化していただけた。<laughs> もう商品化はいつでもできます。<laughs> おおすごい。<laughs> すごいですよ。はい、またねぜひこちらでも紹介していきたいですね。はい。という感じでじゃあご主人も肌が良くなって、心血もまあ良く,くなって気にならなくなってきた。そうですね。だから糖尿もあのインシュリンをえっ、ー、と朝と晩だったのがまあ朝だけ。 だからこれからもねまた良くなってくるとは思うんですそこから考えるとさっきの目が切れやすかったっていうのは糖尿病で血管がもろくなってた目の中のねそうですねそういう原因でプチンってんか急に圧がかかったりトイレで踏ん張るとかね何かの拍子にパチンって切れちゃうそうすると目が真っ赤感になってであの真っ赤感になるのは誰でもなるんですけど あの真っ赤になった時に、うん、普通は2週間ぐらいかかんないと治らないじゃないですか、うん、あそうですそれがね、うん、早いんですよ早いんですよ、えー、1>, 1週間とかで、うん、あのしきれいな白に戻るんですよ、えー、やっぱそこも血流でしょうねそうですねで、うん、ゴーグルすると余計速くなるというか、うんうん、やっぱり目に直接水素が当たるので、うんはい そこかからがいいんでですねやっぱりの粘膜先月かなラジオでいただいた近藤さんっていうね大阪のおじいちゃんはやっぱり加齢黄斑変性という目のスクリーンがだめになってもう目の網膜の血管がバチバチ切れちゃうっていう病気なんですけども切れなくなったってね出血しなくなったっておっしゃってましたすごいそういうところがいいんですよね特に糖尿は血管が脆くなるんでね そこが一番あの糖が血液の中を回ってることなんかそんなに怖いことじゃないんですけど、うん、その糖が悪さをしてあの、まあ、血栓を飛ばしたりとか、うん、それから血管自体をもろくしたりとかするのでそっちのことの方が怖いんですよね、うん、副作用合併症糖尿病のその合併症がね今年の人間ドックで何も出てないんですすすごいですよね。ねやっぱりあの要検査とかなるほど なってたのがな,ってない,なってないああすごい、うん、これはやっぱりすごいなって思います糖尿の方もよくもうなんか正常値に戻りましたみたいな人も多いですよね出ててくださっまであと先週,あ先,先週か、まあ、前回のもありましたもんねでまあその,あの血糖値がね正常化してくることによって、うん、あの血管そのものが丈夫になって弾力が出てくるので、うん、あは 破れにくくなるんですようん、うん、だからね例えば脳の中でその糖尿病が原因で、うん、血管が無人っていってしまえば脳出血ですから怖いわけですよね怖いですね目だったらまだいいですよ、うん、でも脳の中だと危ないですよね年取、まあ、っていくとね、うん、何かと <laughs> 増えてくるので,で、はい、まあ私はだからまあ自分のメンテナンスとね、はい、あのやっぱりこう血流って なない方いい方ららっしゃらないと思うので、まあ、ここがベースでプラスプラスで何かされると相乗効果も上がるかなと思うので皆さんできたら吸っていただけると、あのー、いいかなって せっかくね、はい、こんないい国に生まれてるので、ね、楽しく人生過ごしていただきたいなって思います。そうですね。はい。はい、ということで、ええー、と、この話、今日の話もですね、ぜひ聞いて気になった方はお問い合わせください。FM エ <laughs> ムギターまでお問い合わせください。電話番号が零九八。九四三、零零九四でございます。補助先生にも、補助さんにもつなぎますので。はい。よろしくお願いします。はい さあ、えー、そろそろお時間となりました。そのような本当のは小西さん、今日はわざわざ大阪からありがとうございました。はい、こちらこそ、ありがとうございます。ます沖縄この後また楽しんでください。はい、楽しんで帰ります。はい、北条さんもいつもありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは、皆さん、また来週、はい、さよなら。さよなら。